あの頃、小学生だった俺は、同じクラスの女子に密かに思いを寄せていた。好きになった理由は単純。ふとした時によく目が合ったからだ。そして二人は惹かれ合い。何ですか、この唐突な自分語り。急に思い出の扉が開いたんじゃない？そろそろ体育館裏だけど。あ、巫女と戦闘で、その次が俺。兄貴は俺の後ろね。絶対離れないで。俺は？コウさんはそこら辺に適当にいれば。ひどくない？何？なんか急に生ぬるい風が。誰かこっちに来る。ふぅ。あーって、タツルさんじゃないですか。お、みんな揃って何してんだ。タツさんこそ、こんな時間にこんなとこで何してたんすか。俺か？俺は銭湯の帰りだ。ここを通り抜けた方が近いんでな。なんだ、幽霊騒ぎはタツルさんか。幽霊？あ、いや、こっちの話っす。ほっとしたらなんか腹減ってきた。あ、みんなで飯でも行きません？いいな、行こうぜ行こうぜ。今日はがっつりしたもん食いたいな。じゃあ焼肉食べ放題とかどうすか？お、さっぱりした後の焼肉いいね。いやいや、子供の笑い声に女の人の叫びは。幽霊騒ぎ全然解決してないんだけど。